京成電鉄、オリエンタルランド株式会社オリエンタルランドは、千葉県浦安市に本社を置く、持ち株会社。アメリカ合衆国のウォルトディズニーカンパニーとの、ライセンス契約により、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーを中心とする、東京ディズニーリゾートを運営する、各企業を統括している。トピックスラージ70の、構成銘柄の一つ。なお、 東京ディズニーリゾートで販売されているキャラクターの著作権や反権ビジネスは全てウォルトディズニージャパンがアトラクションやショーの企画に関しては米国ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツ及び米国ディズニーの子会社であるウォルトディズニーアトラクションズジャパンが担当しておりオリエンタルランドは東京ディズニーリゾートの実務面の運営のみを行っている TDL TDS をはじめとする TDR を運営する各企業を統括する持ち株会社である。もともとは事業会社として各施設の運営を直接行っていたが、その後パーク運営と同時に TDR 関連事業及びその他の事業を行うグループ各社を統括する現在の事業持ち株会社となった。設立当時から 京成電鉄と三井不動産が二大株主であり、両社が多くの役員などを出向させていた。しかし三井不動産は2010年限りで役員の出向をやめており、また出資比率も10%以下に引き下げている。また、千葉県をはじめとする自治体も出資しており、公共団体の出資比率は合計で4.36%。 2017年現在、親会社である、京成電鉄の株保有率は、約20%となっている。京成電鉄の持分法適用関連会社として、京成グループの企業であるが、ディズニー社との契約上、京、成グループロゴは使用していない。参加の企業は、2016年3月末現在、連結し、会社14社。 持ち分法適用関連会社4社、合わせて18社となっている。また、業務提携先として、米国ディズニーエンタープライゼス、インク、シルク・ズソレイユ、日本郵政などがあるがシルク・ズソレイユは、2011年に、提携を解消した。オリエンタルランド社は、米国ディズニー社とのライセンス契約によって、ディズニーパークなど、ディズニー関連事業の運営を行っている。 しかし米国ディズニー社によるオリエンタルランドへの出資や資本協力、株式持ち合いなど資本提携は一切行われておらずオリエンタルランドが公開している投資家情報では世界で唯一ディズニーとの資本関係が一切ないディズニーリゾート事業運営会社であると発表しているテーマパーク事業運営では1982年設立の ウォルト・ディズニー・アトラクション・ジャパンが2つの東京ディズニー・リゾートテーマパークの運営に親密に関わっており、メンテナンス、企画、運営などほぼすべての面で関与している。また、日本におけるディズニー関連の著作権や半権ビジネスはディズニー100%子会社のウォルト・ディズニー・ジャパンが担当しているため、 オリエンタルランドが運営する二つのパーク内の各種判件も WDJ の管理となっている。オリエンタルランドの主要取引銀行は、水保銀行、三井住友信託銀行。会計監査は有限責任あずさ監査法人が担当している。オリエンタルランドは、富士山系グループや音の木坂交通バスとも関係がある。産業経済新聞社とは、 所有するディズニーホテルの長官サービスに関する契約を結んでいる。フジテレビとはグループ会社の一つであるあるクライツエンタテインメントを通じてネッス、子供クラブを共同制作したり、全国ネットワークのスポンサーを務めるなどに加えて、お台場冒険王の際には宣伝広告を設置している。音の木坂交通バスとは、お台場、 東京ディズニーリゾート間の無料送迎バスを運行するなど積極的な協力関係をとっている。なお、富士テレビはディズニーと包括的なパートナー契約を締結している。株式会社オリエンタルランドが設立されたのは1960年7月1日、京成電鉄が千葉県浦安沖を埋め立てて商業地。 住宅地の開発と大規模レージャー施設を計画、社長の給油であった三井不動産社長に共同事業者として声をかけたのがきっかけである。もともと当時の京成社長、川崎千春は自社のみで計画を遂行しようとしたが、銀行を含めて信用が担保できず、三井グループである三井不動産などに声をかけた。これにより、京成電鉄、三井不動産、 朝日土地工業の三社が均等に出資することである区は設立。東京、上野の京成電鉄本社内の一角に事務所を設置し、初代社長は川崎が就任した。京成電鉄が都心部、オリエンタルランド船橋港稲投海岸千葉港、千葉寺という新規鉄道路線を計画及び免許申請をしており、オリエンタルランド計画は、 この新規路線の沿線開発の一つであった。歩く社長となった川崎は、当初谷津遊園拡張の際に、バラ園を新設する構想を練っていた。京成 OB で、仲の良かった読売新聞社社主の正力松太郎にも、声をかけたのだという。そのバラ園に飾るバラを買い付けに訪米した際、開業後間もないディズニーランドを訪れ、感銘を受けたのだった。 川崎は帰国後、レジャーランド計画に、アメリカのディズニーランドを招致するという明確な方針を示し実現へ動いた。当初、川崎は、甲楽園スタジアムや東武鉄道などとの合弁で、千葉県阿弥子町、柏市、湘南町の手賀沼一帯にディズニーランドを招致する、ことを計画しており、寄港式まで行ったが、合弁会社の経営トラブルに加え、高度経済成長による、 手賀沼の水質悪化が問題となり、手賀沼への招致を断念。合弁会社に参画していた前述の三社が、候補地を浦安沖に切り替えて、ディズニーランド誘致を進めた経緯があった。埋め立てによる土地の造成には、こういう水面埋め立て法に基づき県知事の許可を得る必要があった。当時の千葉県知事は、友野を竹人であり、 三井不動産社長の江戸英雄と二人三脚で進んでいった。この時取られた方式はデズ方式と呼ばれる方法で埋め立て事業費は不動産会社と県が2対1の割合で負担する。完成した造成地は県あり地として千葉県が売却し、その益金は出資比率に応じて分配される。また特に 現場での漁業共同組合との保障交渉を取り仕切ったのが、江戸の推薦である国に入社した高橋正友である。高橋自身は、名門の家の生まれで、東大の卒論を英語で書くほどのエリートであったが、持ち前の合法来楽な性格がこうを奏し、漁民への保障や千葉県からの土地払い下げまでは、順調に進んでいった。一方、朝日新聞は、この開発を問題視し、 追跡、湾岸開発という検証本を出版するに至る。また、首都圏新空港の候補地として、河野一郎に目をつけられたこともある。その後、京成電鉄は、本業の不振などから、ディズニーランド招致を、ある国すべて任せることとなる。ディズニーランド招致交渉に支援的であった、京成電鉄と違い、もう一方の親会社である、三井不動産は、 住宅等の土地開発を第一に考え、ディズニーランド招致には反対の立場を取っていたため、ディズニーランド招致を妨害することもあった。この時期に当時千葉県知事だった川上のりの汚職事件が発覚したこともあって、第94回国会などでは、野党議員を巻き込んで質疑にも上っている。この頃、三菱グループでも、三菱辞書が、 富士山のふもとにディズニーランドを招致しようと、誘致活動を展開していた。なお、創業当初は100万坪を埋め立てると宣伝しており、山本周五郎の小説、青べか物語でも、沖の100万坪という言及がある。完了した、造成工事では260万坪の面積を埋め立てたが、蒸気の事情から、次々と、住宅地として処分され、 最終的には63万坪余りが遊園地用地として残され、それもホテル用地などに取られたため、TDL 開業時には純粋な遊園地として使用されている土地はさらに少ないものとなった。三菱辞書との誘致合戦にすり勝ち、ディズニーとの交渉は1974年に開始されたが、先行して開園していた、ならドリームランドの著作権侵害問題もあり、 最初は、門前払いに近い扱いであった。ディズニーから提示された条件はディズニーは建設費、運営費等を一切支払わず、ロイヤルティとして、売上げの10%を回収するという、当時の日本の常識からは法外なものだった。交渉は何度も、決裂寸前の様相を呈し、一時は修復も危ぶまれる状況に陥った。最終的には、 親会社である、三井不動産の意向を無視する形で、高橋が条件をのみ、高橋の顔を立てるために50年契約だった、条件を1割減じて45年とさせた。こうして1979年4月30日に、ウォルト・ディズニー・プロダクションとの業務提携契約を取り交わした。その後、ディズニーによる技術、ノウハウ提供を受け、 1983年4月15日、東京ディズニーランドが開園を迎えた。開園初日は18,063人が来園したが、当日は雨だったため、オープニングセレモニーはやむなく、ワールドバザールの中で行った。1983年4月15日に、東京ディズニーランドを開園させ来園者数を順調に伸ばし、 初年度目標を超える1036万人の入園者を迎えた。その後も、筑波科学博の開催による相乗効果などにより入園者数を大きく伸ばし、バブル景気に影響されて、全国各地に建設された遊園地の中でも強い独自色を発揮し、着実に入園者数を増やしていった。1986年1月米国ディズニー社は、あるに対して、 舞浜地区全体の開発を目指した東京ディズニーワールド構想を提案。歩くでの検討の末1988年4月15日の東京ディズニーランド開園5周年記者会見で第2パーク構想について発表した。しかし第2パーク構想はディズニー MGM スタジオツアーをモデルした施設を建設することで 米国ディズニー社との間で一旦結んだ契約を白紙撤回するなどの様々な問題、米国ディズニー社に対する違約金の支払いなど解決しなければならない案件が数多く存在し、米国ディズニー社と日本側のオリエンタルランド車両車の長時間の協議、調整を必要とした。第二パークの建設は TDL15 周年のタイミングで着工にこぎつけていたが、 前述の問題等もあり、東京版、ディズニーワールド構想を最終的な形に仕上げるには、その後10年もの歳月を要することとなった。現在、東京ディズニーリゾートを構成している、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、イクスピアリ、ボンボヤージュなど、日本版、ディズニーワールドである東京ディズニーリゾートの全体像は、このようにして決まっていった。 2000年1月1日にリゾート宣言を発表。これは第2パークの開園に向けてテーマパークからテーマリゾートへの転換を目指して出された。また1月6日には日本経済新聞に全面見開き広告リゾート宣言を掲載し日本初となるテーマリゾートの誕生を印象付けさせた。2000年7月7日イクスピアリキャンプネポス ディズニーアンバサダーホテルが開業し、今まで空き地が広がっていた、舞浜駅前に一つの街が誕生した。2001年3月1日は、ボンボヤージュが開業。2001年7月27日には、ディズニーリゾートラインが開業。2001年9月4日、東京ディズニーシー、よび、パーク一体型、ホテル。 東京ディズニーシーホテルミラコスタがそれぞれ開業し、東京ディズニーリゾートが正式に開業した。マイハマ地区開発が一通り終了した後の事業展開として、日本国内のディズニーストアの経営をディズニー日本法人から譲り受けたり、日本国内におけるミュージカル、ディズニーライブの公演、その他にも子会社を通じたレストラン経営や映画制作事業への参入。 低価格、ホテルパーム&、ファウンテンテラスホテルの開業など、マイハマ地区に依存しない、利益確保の方法を開拓している。2008年4月15日からの TDL 開園25周年を、契機に、3つ目のディズニーホテル、東京ディズニーランドホテルの開業や、シルクズソレイユ専用常設劇場、シルクズソレイユシアター、東京など、 TDR のさらなる開発も目指している。なお、2011年3月までに、首都圏以外の大都市中心部において、ディズニーの屋内型エンターテインメント施設を建設する、計画を進めていたが、期待する収益が上げられないと判断して、計画の中止を発表した。2010年代後半から、ディズニーリゾートの飲食施設で使用する野菜の自社生産を開始しており、 2020年現在、千葉県袖ヶ浦市と北海道手鹿賀町、山梨県北都市で直営農場を展開している。2020年に新型コロナウイルスのパンデミックが発生したことで、オリエンタルランドは2020年度決算で1996年の上場以来発となる最終赤字に転落した。 2021年6月1日現在2021年6月1日現在、取締役他の会社役員に関する詳細は、オリエンタルランド会社概要役員一覧を参照の、こと。歴代社長 TDR を含む世界のディズニーリゾートディズニーパークでは、従業員のことを、キャスト、入場客のことを、ゲストと呼ぶ。カストオーディアルキャストにおいては、カストと呼ぶこともある。 また、キャストの本来の意味であるショーの出演者は、キャストと呼ばず、出演者、または、エンターテイナーという呼び方をする。なお、キャストの故障は、アルクに所属する、従業員だけではなく、歩くグループ各社の従業員、協力会社従業員等のうち、TDR の業務に従事している者全般に対して、使用される。これは、 パークは青空を背景とした巨大なステージであり、従業員はそのステージ上で、それぞれ配役された役割を演じるキャストであるという、ウォルト・ディズニーの考えに由来している。そのため、ゲストが入れるエリアは、オンステージ、関係者専用区域を、バックステージ、キャストが配属される、各部署を、ロケーションと呼ぶなど、映画、演劇用語が使用される。 初期研修合格ロケーションに配属される際には、あなたの配役はマイナスと記載された事例を渡すなど、この考え方による用法は徹底している。キャストは、いらっしゃいませとは言わず、原則、こんにちはと迎える。これは、いらっしゃいませとキャストに言われてもゲストには返す言葉が、なく、会話が成立しないためである。また、 カストに限らず、すべてのキャストはゴミを見つけたら直ちに清掃することになっている。これは、一つのゴミが全体を汚くするという理念を、ウォルトが持っていたことに由来し、外で乳幼児が早歩きしても安全なようにと、教育されていると言われる。閉園後を担当するのは夜勤の、ナイトカストーディアルキャストで、このスタッフたちは、閉園直後の0時から、 開園直前の7時まで、パークの道路すべてを注水で水洗いするという。それによって、いつもパークがきれいに保たれている。いかに訪れた人々を迎えるか、どのように接すれば喜んでもらえるか、の教育に力を入れているとされる。直営でないこと、日本人の国民性などが、相まって、世界のディズニーパークの中で、精緻なマニュアルを一番忠実に実施していると、 表されている。TDR で働く多くのキャストは、アルくの、純社員、テーマパーク社員、いわゆる非正規雇用の従業員である。時給制契約により雇用される。パーク内の多くの職種に配され、ゲストが出会うキャストの多くは、この純社員である。当初は、パーク内で働くキャストに占める、正社員の割合は少なくなかったが、現在はその多くを、 準社員に行わせている。福利厚生面で見ると、累積勤務時間による、昇給制度や優待パスポート、シルクズ・ソレイユ・シアター、東京、ゼッド券、賞与の支給や社会保険への加入、そしてクリスマスや正月など深夜開園がある、蔡の科博所、る区の福利厚生施設の特典利用権利、年に一度換算期にある、勤労感謝の日は、 パークは閉園後キャストに開放されるなどがある。アルバイト従業員はディズニーリパークの一員として仕事ができる環境に魅力を感じ、採用希望を抱く人が応募するため、前述の待遇に満足感を覚える従業員が多い。ただ、その仕事内容は多岐にわたり、担当する通常業務に加え、案内、清掃、遺失物、迷子の対応、さらには、 厳しい管理下の接客姿勢など、会社側のキャスト一人に対する仕事の量、質の要求は非常に高い。そのため離職者も数多くおり、会社側はアルバイト従業員の確保に常に力を置いている。UA 前線参加のオリエンタルランド労働組合が組織されている。オフは従来性社員をその組織対象とする労働組合で、 2007年3月31日、現在の組合員数は1950名となっていたが、2017年4月より非正規労働者も対象とする労働協約の改定を行い、2万人以上いる従業員のうち約8割を組織するようになった。オフは、UA 前線の方針により労使協調路線を取り、どちらかといえば社員会に近いスタンスで運営されている。 グループ内の連結し会社で、組合は、組織されていない。一方、通告なしの解雇や、偽装受け負い疑惑との訴えもある。2014年3月にはついに、名の花ユニオン参加の、戦う労働組合、オリエンタルランドユニオンが結成された。なお、準社員は5段階の職級に分けられ、下から、M、A、G、I、C と区分されていて、 それぞれキャストと呼称されている。新規入社の準社員は M キャストとされ、OJT を約2から5日行いデビューという形になる。M キャスト期間を過ぎると原則的に A キャストに昇格する。最上位職級の C キャストに関しては、時給制であるという以外は、ほぼテーマパーク社員や正社員と同じ業務を行っている部署もある。 全てのキャストの頂点にあるのが東京ディズニーリゾートアンバサダーである。同じ職種の場合、人員確保のため一定期間においてロケーションの変更は容易である。また、規定の勤務をこなしながら異なる職種の体験をできる制度も存在する。例えば、アトラクション担当のキャストが商品販売担当のキャストを同時期にこなすというものである。また、 当初は一部の職種にのみ存在したが、後に適用される職種が拡大されたテーマパーク社員制度もある。テーマパーク社員は、準社員の監督、指導など、パーク運営業務の第一次的責任を担う、スーパーバイザーの候補として採用され、ワーキングリードとして勤務に就く、その後選考により昇格した場合は、スーパーバイザーとして、 原則1年間の月給制契約により雇用される。また、専門業務従事者として、ファイヤーやナースなどの職種も、スーパーバイザーとしての契約があるが、こちらは、通区分へのステップアップはない。準社員から、テーマパーク社員や正社員に雇用される場合もあるが、テーマパーク社員へは G, I, C キャストで、正社員からの推薦が必要になる。 正社員への登用に至っては i C キャストで、マネージャー職の正社員からの推薦が必要と非常に、ハードルが高く、ごく一部だけの実績があるだけである。2008年に、正社員にまで上り詰めた準社員は、数名程度である。そのため、テーマパーク業務の知識を持たない、正社員が増えてしまっている現状がある。しかしながら、 当初一部上場企業の正社員にアルバイトからなることを考えれば相応のハードルでありファーストフード店やコンビニエンスストアなどといった数千から数万規模の店舗を有し店舗数に応じて社員が必要不可欠である上場企業とは単純に比較できない。アルクが公表している2007年4月1日現在のテーマパーク社員 準社員数は16,200名。職種による差はあるが、準社員の入れ替わりは激しい。入れ替わりが激しい理由としては、仕事の負担感に比して時給が安いなどの現実的な面と、学生の場合は、授業やゼミなど学業、そして就職等との兼ね合いで辞めざるを得なくなるケースも多い。ただ、一旦辞めても、期間を置いて、 再入者という形で戻ってくるキャストも多く、中には退職、再入者を何度も繰り返す者も,もいる。これは、退社後1年以内の再入者は、以前の累積勤務時間が引き継がれ、時給の昇給や、前述の職給等で有利になるためである。また、他の職種に倶りえしたい場合には一旦退職して、面接からやり直さなければならないことも、退職。 歳入者が多い一員となっている。コスチュームはワードローブビルですべて貸し出しとなっており、イシューカウンターよりコスチュームを借り、イシューロッカー内のドレッシングルームで着替えて仕事に就く。なお、コスチュームに着替えて勤務するキャストには着替え手当てがつく。また、小出演者の着替えや着付け等はエンターテイナー専用のドレッシングルームで行われているため、通常のキャストは 担当部署のキャストでなければ見ることも関わることもできない。これにより多くの他の部署の準社員が入れ替わりが頻繁に行われてもエンターテインメント関連の秘密が流出せずに保持されるよう徹底した管理が行われている。ある区はディズニーとの契約上 TDR の運営企業として CM や広告などには一切その企業名が掲載されない。 ただし、求人広告には労働関係放棄のため、またパークの入場と宿泊をセットにした、東京ディズニーリゾートバケーションパッケージ関連の配布用印刷物等には、アルクが第二種旅行業として予約受付を行うため、旅行業法等によりその企業名が記載されている。また、広告の出稿は、ディズニーではなく、アルクが行っている。 新聞では主に全国紙に掲載される。稀に地方紙にも掲載されることがある。参加企業の広告と抱き合わせで掲載されることもある。雑誌については、花子などの総合情報誌のほか、在店などビジネス誌にも出向している。スポット CM は、首都圏の民放キー局及び首都圏以外の、政令指定都市を中心に放映されており、 新規アトラクションの告知やイベントの告知、TDL もしくは TDS の施設全体の宣伝など内容は様々である。地方では新規アトラクション導入か、春などの換算期、夏休みなどの繁忙期を除いて、スポット CM は滅多に放送されない。なお、スポット CM の取り扱いについては広告代理店にすべて委託されている。 以前は特定の番組のスポンサーになるということは滅多になかったが2006年秋頃から全国ネットのテレビ番組にスポンサーとして広告出稿を行っており提供クレジットに東京ディズニーリゾートのロゴを出すようになっているちなみに TDL 開演前も CM は流された TDL のテーマソングである東京ディズニーランドイズ・ユアランドに合わせて パークの風景が出され、最後は、全売券の販売告知になっているものであった。なお、これは、浅木邦子の CM デビュー作でもある。また、t d s 開演前には、ディズニーの海へと題して、テーマポートと同じ数である7種類の CM が、放映された。なお、この CM は、歩く会社提供でスポンサーを務める、夢の通り道の中で再度放映された。 2008年9月現在、JFN 系列のラジオ局において、共通時報を提供している。また、2008年9月15日には、東京 FM の、ラジオ番組、東京ディズニーリゾートプレゼンツ25ス、アニバーサリーファンタスティックオータムを一社提供した。米 FM では1991年より土曜、日曜朝の、ディズニーウィークエンドブレイク。 平日午前中放送のイクスピアリストーリーを提供している。また、2013年3月までは、平日に、地方スポット CM の提供もあった。首都圏の鉄道各駅に加えて、鉄道車内や釣り広告に広告が掲載される。在京民放5局や、千葉テレビ放送で、スポット CM が放送されている。TDLTDS 内にあるいくつかの施設には、 一行主一社を原則として国内の大手企業がスポンサーとしてついている。これは参加企業制度と呼ばれるものでパーク内で配布されるパンフレットに企業名を掲載したり施設の出入り口などに企業名が記された看板を掲げたりコマーシャルなどの広告宣伝活動にパーク内の風景やキャラクターを使用する権利を与える代わりに企業から建設資金や 運営資金などの援助を行うものである。なお、同様の制度は、キッザニア東京のスポンサーシップやユニバーサルスタジオジャパンのコーポレートマーケティングパートナーズにも見られる。ただし、コーポレートマーケティングパートナーズでは一行種で、複数の企業が参加している。ちなみに、この参加企業制度参加表明の第一号は、松下電気産業である。 これは、創業者である、松下幸之助が、ウォルトディズニーの思想に共鳴し、ディズニーランドの経営に強い興味を示したからである。その後、松下幸之助が、日本の歴史を紹介するアトラクションとして、松下電機の提供で、ミートザワールドを建設させた話は有名であるに、運営終了。また歩くから脱進を受け、参加企業として、参加表明をしたのは、 キリンビールが第1号である。なお、当時、松下電機も、キリンビールも参加表明をしただけであって、スポンサー契約締結第1号は、明治入業である。また、スポンサー契約の一環として、日本航空を、オフィシャルエアライン、JCB を、オフィシャルカードとしている。日本航空では、子会社である、ジャルツアーズのパッケージツアー、ジャルステージで、 ジャルで行く東京ディズニーリゾートが独自に設定されており、ツアー利用客専用の羽田空港とパーク間の無料送迎バスをはじめ、召喚証券やディズニーキャラクターが使われている景品などの特典が用意されている。また、ジャルの羽田空港発着路線がある都市には、ジャルと歩く共同でプロモーション活動を行うこともある。一方、JCB は目立った特典といえば、 毎年12月に行われるカード利用者を対象とした約3万人規模の JCB マジカル程度である。また、レジのそばに JCB のロゴと JCB カードが使える旨が書かれたプレートが貼られているため、パーク内では JCB カードしか使えないと思っているゲストも少なくないの ATM によるキャッシングのみ。現在は JCB 以外のクレジットカードも 利用することができ、3万円未満の一括払いで、あれば、サインレスという点も同じで、利用する面で特に JCB が優遇されているようなことはない。一方で、JCB ギフトカードをパーク内で利用することはできない。ちなみに、世界のディズニーパークの中で、JCB がオフィシャルカードになっているのは、東京ディズニーリゾートのみで、他のテーマパークでは、 ディズニーとスポンサー契約を結んでいる、ビザがオフィシャルカードになっている。また、イクスピアリでは、オリコのブランドで提携カードを発行しているほか、非接触決済方式には、マスターカードコンタクトレスを採用している。また、東京ディズニーリゾート内で販売される商品に、参加企業のロゴマークをつける事例もある。 現在、東京ディズニーリゾートで販売されている菓子などの食品には、製造者名ではなく、アルクが各製造会社に割り当てたコードだけが明記されている。これは、購入客からのすべての問い合わせを、アルクが管理するためとされており、一種のプライベートブランドとも言える。ただし、回収や代金払い戻しなどが生じた場合は製造者名を公表する。しかし、 参加企業である、ユーハイムが製造した商品には製造者名は明記されてはいないものの、ユーハイムのロゴマークや、ユーハイムが東京ディズニーリゾートの参加企業であることを知らせるメッセージが印刷されている。なお近年では、この参加企業制度に対して、費用に見合った広告宣伝効果があるのかと疑問視する声がある、ことも事実で、2006年9月には6社が、 同時に契約更新を打ち切るなど、その影響がすでに見られている。また、この事態に対応するため、アルクは、従来は禁止していた、商品名を記した看板を設置できるよう、スポンサー契約条件の緩和などを検討している。ちなみに、海外のディズニーパークでも、各国の大手企業がスポンサーとしてついている。中には、ホンダ技研工業のように、 香港ディズニーランドなどの海外のディズニーパークとだけスポンサー契約を結んでいる企業もある。海外展開2008年4月16日の千葉日報の記事によると TDL25 周年の記念式典の後に行われた記者会見の中でアルクの鏡が夫会長がディズニーブランドの施設を東南アジアに建設する計画があることを発表している。場所や規模 建設時期についての明言は避けたが、すでに調査が進められているとのことである。アジア地区にはすでに東京に加えて、香港にもディズニーパークがあるが、加賀美会長はそれら施設との住み分けは十分可能であると述べた。加えて、試験として、スキーやスイミングなどの参加型施設の展開も視野に入れていることを明かした。ただし、 夏季の新規事業計画の断念に、この計画も含まれる可能性はある。ディズニーブランドによる屋内型アミューズメント施設歩く、は2007年5月に、中期経営計画を発表した。その中で、2011年3月までに、首都圏以外の大都市中心部において、ディズニーと屋内型エンターテインメント施設を、共同開発する目標を掲げていた。 2008年1月1日の西日本新聞の記事によると、アルクが世界初業態の屋内型娯楽施設を福岡市内にも開設する方向で候補地の最終調整に入ったこと。場所は福岡地所が運営するキャナルシティ博多の東側に一帯約1ヘクタールに建設が予定されている第二キャナルシティが最有力で九州新幹線鹿児島ルートが 全線開業する2011年をメドに開設する意向と報じられた。新施設の内容はディズニーとも競技中で未定だが既存のテーマパーク型ではなく建物内部でディズニーキャラクターを使ったショーや飲食、物販の提供を中心に据える方針とのことであった。絶叫型のコースターは設置しない方向という オリエンタルランドの投資額は200億から300億円の見通し。入場者は年間数百万人を想定している。ただし、大阪への進出計画と同様に、アルクは具体的なことは何も決まっていないと発表していた。2008年10月7日、アルクは規模に見合った収益が見込めず、事業性が乏しいことを理由に、 ディズニーと屋内型エンターテイメント施設を共同開発する目標を断念し、計画の検討作業を終了することを明らかにした。大阪駅前再開発ビル2008年12月5日、アルクは日本郵政と JR 西日本が共同開発し、2012年開業予定の JR 大阪駅前大阪中央郵便局改築を書くと、 する再開発超高層複合ビル内に建設される劇場をアルクがテナントとして経営、運営することを正式に発表した。上演内容はこれから検討するとしており、一部の報道であったディズニーやシルクズ・ソレイユの公演については現在のところはないと発表している。しかし、再開発ビルの開業時期が遅れる見通しとなったことから、 2010年5月18日に契約を解除した。2021年1月1日現在解散、合併、生産歩くグループを、離脱広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。